こんにちは。桐生厚生総合病院です。研修1年目の小林凛太郎です。研修1年目の千葉雄玄です。研修1年目、倉島亮次です。私自身もともと群馬県出身なので地域に出した病院を各県内に探していまして、今内科系がある程度揃っているところっていう点と、あともともと周産期医療に興味があったので、こちらの病院は小児と産婦人科が充実しているということでこちらの病院を選ばせていただきました。どうなんですか、地域密着型の病院で症例数が多いところを探していまして、次が積極的に出していただけると伺ったので、志望させていただきました。入職は、これは実際働いてみないと雰囲気とかは全然わからないと思うんですけども、うちの病院の研修は基本的に上級医の先生と、マンツーマンで行う感じなんですけども、その中で例えば疑問だったり、わからないことがあればすぐに聞きやすいといったいい先生が多く、自分はまだ3ヶ月ぐらいしかこの病院にいないんですけど、まだ回っていない他の先生などもいろいろ、例えば研修で当直明けに研修などをいただいていると、他の先生が話しかけていただくのは結構フレンドリーないい雰囲気だなというのを働いてみてすごい常々感じております。これはいい意味で想像を裏切られたかなという印象です。そうですね、僕出身が東京で群馬県縁もゆかりもない状態でいきなり来てしまって正直最初不安だったんですけど、来て住んでみれば上級の方々も優しいし、先生方も優しいし、病院の近くにある程度のものが揃っているのですごい快適に生活できるので、そこら辺もすごい安心してきました。最初は入職する前はかなり病院で働いていけるのかって不安があったんですけども、一から手取り足取り教えていただいて、かなり熱心に医師の先生方も多くて、かなり、勉強になっているっていう点と、そうですね、あとは研修の先輩方、2年目の研修の先輩方はかなりフレンドに接していただいて、休みの時間などがあると症例を持ってきていただいてレクチャーしていただいたりとか、あとは疑問点がある時も常に聞きやすい状況で、そういう雰囲気作りをしていただいているので、かなり、ストレスなく仕事ができているかなという印象はあります。おおらかで優しい人だったり、フレンドな人だったりする方が多いですね。上の、そうですね、先輩ですと、最初僕、カルテの使い方が何もわからない状態だったんですけど、カルテの使い方だったり、その回るかの、特徴だったりを結構本節丁寧に教えていただいて、すごい分かりやすかったので、すごい優しい方が多いんですね。そうですね、桐生という地域は、大学は群馬だったんですけども、あまり縁もなかったので、こちらに来て初めて知ったというのがすごいあるんですけども、実際働いてみると、基本的には職場ですとコンビニや売店が病院内にありますので、そういった昼食ですとか、ご飯を食べるとか息抜きとか、そういったことについては特には問題ないと思います。居住については、病院からちょっと手厚い手当がいただけるので、病院の近くに住む方がね、ほとんどだと思うんですけども、近くにスーパーがあったり、チェーン店などもね、いっぱいあるので、いろんなね、遠くから来た方とかでも、多分馴染みのある店も多くあると思うので、そういった点については不安がなく来ていただけるのではないかなと思っております。こちらが研修医到着室です。
最近空気清浄機や空調もかなり良くなって快適に過ごしやすい環境だと思います。学生の皆さん、病院見学お待ちしております。